青コーナーよりプロレスリングノア健太入場。得意のキックでジュリアのトップを伺ってまいります。この男ケンタの入場であります。赤コーナーよりゼロ番高岩達人入場。超えた潮流高岩達人が入ってまいります。高岩行け。高岩シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングの173センチ80キロケンタ。赤コーナーゼロファン高いわ179センチ100キロ高いファン達人。レフェリー阿部慎介ケンタ。今ゴングが鳴りました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますね。スタンディングを取らせます。抱えます。エルボーを入れていきます。タックルでぶちかまします。蹴ってまいります。ロックアップ、ロープに振った。組みに行きます。ロープに振って顔面へのキックです。行くのか、フライングメイヤー逆に返します。腕を回します。耐えます。肘を打ち込んでまいります。こうやってプロとして戦っていますとね、どこかしら悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをやってみてほしいですね。あ、そうですね。膝を使ってまいります。ブレンバスターに取ります。キックを打っていきます。さあジュニアの潮流高岩達人がリング上であります。狙ったら外さないしつこさは餅つきパワーボムに現れています。誰がこの高岩のデスバレーの絶壁から這い上がってこれるんでありましょうか。さあ粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。そうですか。ストンピングです。掴んだ、2位を蹴り上げます。組み合います。投げてまいります。ドロップキック、トップロープを奪う。ここは戻ります。腰を落とします。ハンマーが襲ってまいります。掴みます。キックで返します。腕をフックします。リバースで返します。
みます。させません。ストンピング蹴りつけてまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。ロープブレイクです。逆水平を打っていきます。腕をフックします。ブレンバスターでぶん投げます。ラフ殺法に転じます。フロントからのキック、抱えます。いやらしい顔面へのキック、キック攻撃を見舞います。足を狙ってまいります。そのまま腕を畳めていきます。組み合います。返してまいります。カウントが入ります。カウントは2つ。なんと逆に捉えた。足攻めに転じます。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。カウント2。あとキャッチした。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。エルボー打ち込み。あっと円錐切り。ストンピング強烈、引き起こす。ロープブレイク、キック、ブロックした。ストンピング、ストンピングを叩き込む。起こした。小股に挟んだ。エンドレスリバウンド。タラント。トゥーカウント。まだ足りません。強烈に入りましたよ。骨が岸も落とすに決めてまいります。立たせていく。バックを取って後頭部が悲鳴を上げる。バックトラップ。バックに回った。あっと着地した。奥歯を噛みしめた。食ってしまった。パワーボム。トゥーカウント。立てるか。エルボーで返す。腰に手を回す。頭を掴んで小気味のいいコンビ。